ヨンファンデン・ブロムは、オランダ・アメルスフォールト出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションはミッドフィールダー。選手時代は、オランダ代表だった。現在は、KRC ヘンクの監督を務めている。地元、アメルスフォールトにある、アマチュアクラブのアプエックからデビューし、1986年に、プロクラブの非鉄線に加入した。 デビューシーズンとなった1986から87シーズンにはエールステディビジで36試合に出場して17得点を挙げ、1988から89シーズン終了後にエールディビジ昇格を果たした。1989から90シーズンはエールディビジ初参戦ながら14得点を挙げる活躍を見せ、 7シーズンを過ごしたフィテステでは5シーズンで2桁得点を記録するなど、計225試合に出場して80得点を挙げた。1993年に、強豪アヤックスに移籍し、2シーズンプレーする間に、ヨハンクライフス・ハール、エール・ディビジ、UEFA チャンピオンズリーグなどのタイトルを獲得した。1995年、トルコのイスタンブール・スポールに移籍したが、 わずか1シーズンでオランダに帰国し、フルスフテッセで2001年までプレーした。2002年から2003年にはデフラーフスハップでプレーし、2003年に現役引退した。オランダ代表としては、8から0で勝利したマルタ共和国戦と6の0で勝利したサンマリノ戦に出場して1得点した。現役引退後にはデフラーフスハップのヘッドスカウトに就任し、 アマチュアクラブのベネカムで監督を務めた。2004年には AFC、アイアックスの B チームの監督に就任し、2007年まで監督を務めた。2007年から2010年まではエールステディビジのアガーブ・アペルドールンの監督を務め、2009から10シーズン終了後の昇格プレイオフを制して、エールディビジ昇格を果たした。2010年5月、 エール・ディビジノアド・デンハーグ監督に就任。2010から11シーズンは UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2011年6月、フルス・フテッセの監督に就任し、2011から12シーズンは再び UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得に導いた。2012年5月29日、ジュピラプロリーグの RSC アンデル・レフィト監督に就任した。 ありがとうございます。